マネータイムハックのりょうです。今回は成長確実新興国株投資、投資信託選びのポイントという内容でやっていきます。ちなみに私は元銀行員、元証券マンで、途中まで半沢直樹みたいなキャリアの人間なんですけれども、高成長が期待できる新興国への投資、投資をすでにしている人も、投資はまだしていなくても、興味を持っている人も多いはずです。そんなメジャーにもなって、成長もできる新興国への投資について、押さえておくべきポイントを解説していきます。急成長というワードに引っ張られがちですが、注意しなければいけない点もありますので、新興国株への投資に興味があるという人は、必ず押さえておいてほしい内容です。動画の後半では初心者の人も始めやすい新興国株投資のおすすめの投資信託の選び方、買い方についても解説していきますので、着実に資産形成していきたいという人はぜひ最後まで見て持って帰っていってください。では早速行きましょう。そもそも新興国って何？新興国株投資の落とし穴、新興国株投資の始め方、この3つでやっていきます。まずそもそも新興国って何ですが、新興国とは何か、まずここをしっかり理解するところからです。そもそも新興国という正確な言葉の定義を知っている人っていますかね？ブラジル、ロシア、インド、中国などの国が一般的に新興国に分類されていますが、正確な言葉の定義が分かっている人はほとんどいないんじゃないかと思います。なぜならそもそも新興国というものは明確に定義されていないんです。国際通貨基金 IMF の言う新興国も、経済協力開発機構 OECD の言う新興国も対象国が異なります。さらに株式指数を算出している企業によっても新興国の対象は違ってきます。この株式指数を算出している企業というのは、投資に慣れている人はおなじみの S&P や MSCI などですね。ちなみに株式指数というのは日経平均やトピックスなどの指標のことですね。少し脱線しましたが、つまり新興国と一言で言ってももはやバラバラなんです。じゃあ新興国って何なのよ？そう思った人のためにざっくり解説すると、キーワードは国民一人当たりの GDP です。2019年のデータで国全体の GDP なら中国はすでに世界第2位です。インドは6位、ブラジルも9位、ロシアも11位なので、新興国と呼ばれている国も立派な経済大国です。なので GDP で見るのではなく、国民一人当たりがどれぐらいの経済活動をしているのか、それを見るために国民一人当たりの GDP を確認する必要があります。ロシアが80位、中国は86位、ブラジルが93位、インドは161位です。だいぶ順位が下がりましたよね。逆に先進国は一人当たりの GDP は上位です。欧州諸国の国が上位の大半を占めて、アメリカは11位で、日本はちなみに33位です。まあ日本が高いのかどうかっていう議論は少しありますが、それは置いておいて、国民一人当たりの GDP の高い国が先進国なんです。そしてそれ以外が発展途上国となります。いきなり発展途上国というキーワードが出てきましたが、その発展途上国の中で GDP の成長が著しい選抜された国が新興国なんです。イメージで言うと国民一人当たりの GDP が高いのか低いのか、まずここで見分けていって、高いのが先進国になって、低いのは発展途上国になって、そしてその発展途上国の中に急成長をしている新興国が含まれている。こんなイメージですね。そしてこの動画のテーマが急成長している新興国の話ですね。じゃあやっぱり急成長の新興国の企業の株式に投資をしておけば、急成長の波に乗って値上がりが期待できるということになるのかというと、そんな単純なことにはありません。ではなぜ経済成長している国の企業の株が同じように上昇していかないのか、その理由をここから解説していきます。ではここで一つお知らせです。YouTube の短い動画では話しきれないお金についての限定動画を LINE の登録でプレゼント中ですので、気になる方は概要欄から覗いてみてください。次に新興国株投資の落とし穴ですが、ここまで説明してきた GDP の成長が
そのまま株価上昇にはならないというところの解説なんですが、まず実際に過去の実績を見てみると、これは10年間の新興国の株式指数なんですが、このグラフを見てもらえばわかる通り、10年間の間で上がり下がりを繰り返していて、そんなにこう上昇していないんですね。そしてさらにこれは2005年以降の新興国の株式指数なんですが、これもリーマンショック前の水準と同じぐらいの水準を超えていないんですね。つまり長い間最高値を更新していないんです。ちなみに直近はコロナショック後の金融緩和によりやっと最高値を更新した状態なんです。ただこれは金融緩和政策の影響で市場に供給されているお金の量が増えているからであって、これはマネーゲームの当たり前の結果です。なのでこれからどうなるかはわかりませんし、20年近い長い期間の間、値上がりという実績がなかったのは事実です。なので GDP の成長がそのまま株価の上昇にはならないんですね。そしてこの結果の因果関係について解説していきたいのですが、実は明確な答えはありません。細かい過去のデータを見ても、はっきりとした因果関係はないんですね。国や比較する機関によって結果はバラバラです。つまり GDP の成長がそのままそっくり株価の上昇にはならなかったというこの結果しかわからないんです。ただここで何もわかりません。お手上げです。と私がサジを投げてしまっては動画を見てくれているあなたの時間を奪ってしまうだけなので新興国株の上昇がなぜ起こりにくいのか、その主な要因を3つお伝えします。落とし穴の一つ目はインフレの発生です。インフレについてよく分かっていないという人は、詳細は過去の動画を覗いてみてください。概要欄にリンクは載せておきます。ざっと説明すると、インフレとは物価の上昇です。物価の上昇により通貨価値の下落が起こります。物価が上がって物の値段が2倍になれば、通貨の実質的な価値は半減してしまいますよね。つまり新興国が経済成長し、物価が上がり、インフレが進むと、通貨の価値は下落します。すると1万円の日本円に対しての新興国通貨の価値も下落します。なので現地通貨ベースで株価の上昇は起こっても、円やドルなどの通貨で見ると、通貨安による為替差損が株価の上昇の利益分を食い潰してしまっている状態なんです。実際に日本円に対しての為替レートを見てみると、1インドルピーに対する円はこのようにずっと右肩下がりですね。1ロシアルーブルに対する円も同じように右肩下がりです。そして1ブラジルレアルに対する円も同じように右肩下がりですよね。このように日本円に対しての通貨の価値が下落してしまっているので、為替変動を勘案すると旨味がそんなにないわけです。少し話が脱線しますが、よくある外貨預金で、日本円のままじゃもったいない、高金利の外貨預金に、みたいなキャンペーンをよく耳にしますが、まあよくある通貨は南アフリカランドやトルコリラやメキシコペソなんかですね。これはインフレによる通貨安を勘案すれば大した旨味はありません。また為替の交換エクスチェンジに伴うコストも高いので割に合わないケースが大半です。なので金利の数字だけに安易に惑わされないようにしてください。話を戻して落とし穴二つ目はカントリーリスクです。これは政治による影響や国の財政状況の変化がその国の経済活動にものすごい影響を与えます。政権が変わった途端に経済成長が止まってしまったり、規制が強化されて海外企業の進出が難しくなってしまったり、私も実際に銀行員時代には企業の海外進出をサポートする機会もたくさんありましたが、新興国への進出はやはりいろいろな観点で一筋縄ではいきません。政治の影響もあれば、国の財政の影響もあります。インフラの未発達もあれば、法律規制などが未整備だったりもします。あとは商慣習の違いなどによるビジネスのやりにくさもあります。こういった様々な要素が経済活動を非効率にしてしまうんです。なのでその経済活動の結果である株価も伸びにくいということなんですね。落とし穴3つ目は期待値が高すぎるということです。この期待値は株価を決める大事な要素です。株の値段は一言で言うと会社の利益と
その会社の期待度の掛け算で決まります。そしてこの期待度が落とし穴になるんですね。どういうことかというと、これから人口も増える。さらに一人当たりの GDP の成長も早い。その成長可能な余白も新興国よりはるかに大きい。などなど誰もが知っているプラスの材料がたくさんあります。誰もがそのプラス材料を知っているということは、新興国に対して期待を寄せているという人も多いということです。つまり期待値は大きいんですね。株価を決める一つの重要な要素であるこの期待値がものすごく高い状態なんです。じゃあその期待値も高くなって株価も上がっていいじゃんと思うかもしれませんが、注意点としては、みんながすでに知っている期待材料です。このみんながすでに知っているというのがポイントです。みんながすでに知っているということは、その期待材料はもうすでに今の株価に反映されているんです。織り込み済みの状態なんですね。なのでその期待を上回って急成長しているのか、ここが重要になってくるのですが、先ほど落とし穴2で解説したカントリーリスクなどが足かせになって、投資家から見て期待以上の結果にはなっていないという状況なんですね。なので落とし穴1のインフレリスク、落とし穴2のカントリーリスク、落とし穴3の期待値が高すぎる、この3つの要因から単純に GDP の成長が株価上昇につながっていかないということなんです。ここは新興国株投資の注意点なので、しっかり理解しておいてください。じゃあ新興国株投資はやらない方がいいの？と感じた人もいるかもしれませんが、決してそういうわけではありませんので、ここまでの注意点も踏まえた上で新興国株投資をどのように捉えていけばいいのかについて解説していきます。最後の解説の前に一つお知らせです。動画を見てくださっている方で、もしまだチャンネル登録をしていない方がいれば、自分らしい人生を送るために必要なお金について役立つ情報をどんどん発信していきますので、ぜひ忘れずにチャンネル登録して無料で学んでいってください。では最後、新興国株投資の始め方ですが、結論からお伝えしますが、新興国株投資はしておいた方がいいです。ただここまでの解説の通り、新興国は先進国に比べて不確定要素が大きすぎるので、リスクコントロールをした上で投資をします。先進国の株式の行方もわからないのに、新興国株を予想することは厳禁ですので、インデックスの銘柄で OK です。投資信託の銘柄で言えば、EMAX スリム新興国株式インデックス。この一択で OK です。ちなみにこの投資信託は、時価総額の比率に応じて、このような割合で分散投資がされています。このように先のことはわからないので、分散投資は必須です。なのでインデックス投資なんですね。もちろんプロもわからないので、アクティブファンドは無視で OK です。さらに先進国より先が読めないので、投資する金額もコントロールします。目安は世界の株式時価総額です。これは株式時価総額の地域別のシェアなんですが、この赤く囲ってあるところが新興国の割合です。ちょっと見えづらいですが 11.6% あります。このように新興国の時価総額の割合は全世界の 10% 強なので、あなたの投資予算の 10% から 20% 程度にしておくのが王道ですね。じゃあ時価総額比率と全く一緒のセオリーでいいよという人は、まとめて全世界株式で1本でも全然 OK です。楽天全世界株式インデックスファンドや EMAX スリム全世界株式なんかですね。この投資信託1本で投資金額の十数パーセントを新興国株に投資できるわけです。まあこれがね、一番楽ですね。ただこれまでずっと下火だった新興国株が、逆張りでこれから急成長する可能性もあるので、EMAX スリム新興国株式インデックスで個別に割合を調整するのもありです。ただ先進国株よりリスクは高いので、程度には注意しましょう。個人的な感覚ですが、2倍の 25% ぐらいまでなら許容範囲ですかね。ただこれは個人の好みなので、適宜カスタマイズして、自分好みにポートフォリオを作って投資をしていきましょう。大事な知識より記憶に定着するようにおさらいしていきます。成長確実、新興国株投資、投資信託選びのポイントという内容でやってきました。新興国の GDP の成長イコール、新興国の株価上昇ではありません。注意すべき新興国株投資の落とし穴は3つありました。1つはインフレの発生です。通貨安が株価の上昇分を食いつぶします。2つ目はカントリーリスクです。
政治、財政、インフラ、法律、規制、召喚集など不確定要素が多いです。三つ目は期待値が高すぎることです。周知の期待は株価に織り込み済みです。そのリスクを踏まえて新興国株に投資をするなら、まずは必ずインデックス投資から。投資割合は時価総額比率の十数パーセントを参考に適宜カスタマイズです。このようにリスクコントロールをしながら、新興国株の値上がりをしっかり掴んで資産形成をしていきましょう。最後まで見てくれてありがとうございます。もしこの動画を見て少しでも役に立ったと思ってくれた方は、高評価、コメントをしてもらえると嬉しいです。では次回の動画でさらにお金と時間から自由な世界に近づいていきましょう。